皆さん、こんにちは。こんにちは。今回はロブロックスをやっていきたいと思います。このクリーニング屋は怪しいと評判なので潜入をして悪事を暴いてやろうと思います。人まで袋詰めされてるよ。受付の目つきの悪さ。バレないように侵入できるところはないかな。矢探し中。排水口から行けそう。潜入成功。店の奥は意外に大規模。足を踏み外し、ドボンよ。気を取り直して。こんな細い管の上足が震える。下の液体なんだろうね。人体には良くないことだけはわかるよ。よし、渡れた。入ったはいいけど出口まで長いのかな。そうかもね。ああ、洗濯機からこぼれ出ちゃってるよ。洗濯物の上に乗ってしまえ。液体につくとアウチってなる。特殊な洗剤使ってるな。人体に影響ないのか？綺麗にクリーニングされてるのもある。あらあら、あなたもクリーニングされたのね。デコボコに触ったらいかんやつ。何の物体なんだろ。匂いそうな靴下が。触ったら匂いがつきそうね。避けまくるにゃ。アリエール使ってる。いい洗剤使ってるじゃんね。鍵かかってんじゃん。探すべし。この部屋怪しい。でかい鍵見っけ。でっちゅ。これで鍵が開くかな。開かなきゃ別の探すしかないね。チャレンジ。よし、ぶち込みじゃ。おお、オープンした。今度はピンクの液体が漏れ出てるよ。今回は洗濯物に触ったらアウトや。ピンクの液体を泳いでいく。どこでもジャンプしとけなんとかなる説。倒れたぜ。次の扉行こう。すいません、洗濯機から泡が漏れ出てますよ。泡のくせに当たると人体分解するし。チャレンジ上位。ジャンプで泡を回避していくべし。バブルの弾ける音、いいねー。音だけはね。泡から逃れられたぞ。しかし、洗濯屋のくせに洗濯物が散乱しすぎだろ。また、排水口へ入るしかない。何か、カビ臭くない？この枠に触っちゃダメそうだよ。ジャンプでタイミングよくね。でかいミシン糸だな。次の部屋は、なんだろ。それにしても洗濯機は一体何台あるんだろ。小さくてバランスが。誰がこんなところに置いたんだ。危ねえ危ねえ。店主が来る前に逃走するのだ。しまった、先回りされた。目ん玉以上に飛び出てなかった。何かの病気なんじゃない。橋が壊れちゃってる。ええ、ジャンプで解決。なんか吸い込まれた。食われたらしい。歯がいっぱい、今口の中だ。先に進むしかない。胃液で消化される前に脱出せねば。グレー板に触らないように。この泡は何の泡？洗浄中。体の中も綺麗にね。上下してる棒に触ったら解体するよ。急がず焦らず。危なかったぜ。次は茶色いゾーンね。エスカレーターしよう。タイミングよくジャンプさ。色的に排泄物付近だったみたいだね。出てこれたしね。この石鹸で洗浄したいわ。でも、触っちゃダメな感じよ。帰ったら早く風呂に入りたい。そうだね。よし、次の扉は何があるんだ？
嫌な橋、下が丸見え。正しい橋じゃないと、ドボンよ。成功だね。助かったよ。今度はペンキかよ。散乱しすぎじゃない？誰も片付ける人がいないのかな。従業員はどこ行った？店主に袋詰めされてたのが従業員かも。でか。ありえる巨大化。シャボン玉に乗れるなんて夢のよう。屋根より低いけどね。シャツの上を渡っていこう。アイロンかけてカチコチだよ、乗り利きすぎ。シワが一つもありません、すんばらしい。やっと着いたよ。まさか、ここに飛び込むとか？女は度胸や。ワークしたぞ。巨大化したミシン糸だ。糸の上を渡るのか、無理なんだい。慎重に進むしかない。マジでこういうの苦手。必殺、大ジャンプ。ジャンプ無敵だ。次はボタンか。ここは抑え方コーナーみたいだね。ぶっちらかってるけどね。物が散乱してないと落ち着かない人なんだよ。いろんな人がいるもんだ。でも、針はさすがに危ないから勝たしてほしいな。仕方ないから飛んで回避するぞ。ぶっ刺さったら痛いしね。次は針の端？滑り落ちないようにしなきゃ。用心、用心。セーフ。チェックポイントがあるとホッとするよ。また洗濯物に乗っていくのか。足跡だらけになってそう。まあ、仕方ない。これは、もしかして空飛ぶ絨毯？夢がまた叶ったよ。一枚もらって帰ってもバレないかな？こっそりね。軽やかに進んでいく。あれ？スポンジボブ？スポンジボブの柄の T シャツだったんだ。随分とでかいサイズだ。ボタン爆弾だ。慎重に。急いだっていいことないし。出口は一体どこなんだ？歩くのもくたびれてきたよ。また飛び込みジャンプか。どこへワープ？到着。下水とは。絶対、落ちたくない。これ以上汚れたくないよね。素早くここから出たいわ。換気口行ってみよ。じゃあ、落ちる。何これ？スイッチがあるみたいよ。カチッといったね。開いた。ドアに行ってみよ。埋もれていく。洗濯物の山だった。先に進もう。プレス機が。自分もプレスされる気がする。タイミングを見て飛び乗るしかない。やべえ、潰される。かなり危険。店主のせいか。こいつめえ。ゆるすまじき。覚えてろよ。土管を登っていこう。店主が追いかけてきそうだよ。逃走中。どこだここ？外に出れたんじゃない？このまま走って帰っちゃおうよ。ここもクリーニング店の敷地内っぽいよ。規模がでかすぎだろ。こんな細い道ばっか作りやがって。下見たら漏らしちゃいそう。まだ着かないの。苦手すぎて数ミリずつしか進めない。ジャンプしたら絶対に落下する自信がある。命を無駄にしたらあかん。
自分のペースで進むしかない。そのうちスムーズに進めるようになるかな。やっと着いたよ。はしごを登っていく。ここはゴール？違うみたいね。めっちゃダッシュになっちゃう。早すぎてコントロールが難しい。ブレーキ、ブレーキー。こんな危ない場所を猛ダッシュするやつなんて普通いないさ。早く地面に降りたい。集中、集中。あと少しやでー。やったー。これは白い線に当たったらダメみたい。体育館の床みたいだね。床の線がね、細かいから避けづらい。はしご登っていこう。この上には何があるんだか。まださらに上があった。ここの場所、工事してるんだね。これ以上クリーニング屋を増築しないでくれ。行方不明者が増えるだけだ。こんな工事途中の中進んでいって何になるの。立ち止まってたら捕まるだけだからさ。鉄筋ずれてるし、怖いんですが。こんなに大量のノコギリ放置されてるし。ぶつかったら、スライスハムやで。それは嫌。急げ、急げ。赤い輪っかだ。エスカレーターだったみたい。排水管の上を渡っていこう。むき出しだから今日暑くないかな。乗ってるから大丈夫そうだよ。足の裏のやけどは地獄だからさ。一応靴履いてるから一安心。木の階段なら危なくないね。落ちなきゃね。脱出するのも骨だね。まあここまでなんとか天使から逃げれてるからよかったけど。お？もしかして、ゴール？やったね。クリーニング店から脱出することができました。後で、店内で見たことを警察に通報してきます。それでは今回はこれで終わりたいと思います。またね。動画をご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをぜひお願いいたします。チャンネル登録もしてくれよな。また言い方。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。おすすめ動画と関連動画もぜひご覧ください。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。